鍵かけロッカーズ、五十嵐晴美、太田彩香、えぐるの金曜ジャムレディオ、五十嵐晴美のトークの話。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりましたキーオブジャムレディオ、五十嵐晴美のトークの嵐。リケンジャパンプレゼンツキーオブジャムレディオとは、毎週週替わりで4組のアーティストがお送りする個性豊かすぎる音楽&トーク番組でございます。今夜もですね、公開生放送東京レインボータウン FM 木場スタジオからお届けしております。今週は私シンガーソングライター五十嵐晴美が担当いたします。よろしくお願いします。ということで早速なんですけれども、今夜も素敵なゲストをお呼びしておりますので、ご紹介したいと思います。シンガーソングライター佐藤大樹さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。こちらこそでございます。本当にもうあのトレードマークが、うん、今ね YouTube ライブを見てる方はちょっとわかると思うんですけれども、はい、帽子がいつもあのフランスパン。そうなんです。こちらフランスパン仕様でやらせていただいておりまして、素敵な帽子を今日も、ね、はい、しかしあのヘッドホンがかぶれないっていうね。ミスりましたね。確かに、そうですね。そうなんです。そうですね。でもちょっと左手は固定な感じでちょっと今日やらせていただきますけど、DJ みたいな感じになってますけれども、ね、いや YouTube ライブ、それこそあの私の方もね見てくれてる人分かると思うんですけど、ちょっと骨折しまして。大丈夫？いやもう1ヶ月経ってもうだいぶ痛みとかもほとんどなくて。そうなの？はい、 やらかしましたね。やらかしたね。笑い事じゃないんですよ、本当に。いや僕ハラハラしてたよ。いやなんかあのだってワンマンね、もう告知しててさ。そうなんですよ、5月22日に。大丈夫と思って、あの間に合わせますので皆さんご安心くださいませ。はい、もうあのリハビリもスタートして、そう、はい、ちょっとずつ回復してるので皆さんお騒がせしました。ありがとうございます。ご心配のお声もいっぱいいただいて。ということでですね、はい、この番組では皆様からのメッセージたくさんお待ちしております。宛先はファックス0356340792、 e メールは info@885fm.jp info@885fm.jp、 トークの嵐宛てまでお願いいたします。またレインボータウン FM ではインターネットでの配信も行っております。 YouTube ライブ、リスラジ、サイマルラジオでもお楽しみください。それでは今夜もリケンジャパンの提供でお送りしていきます。ぜひ最後までよろしくお願いします。ということで早速なんですけれども、はい、佐藤大樹さんのお歌の方を、ね、知らない人もいますからね、はい、ありがとうございます。情報的にはパンの帽子をかぶった人っていう情報しか、ね、そうですね、今のところないですから。早速じゃあ声の方をお聞きしていただきたいと思いますので、いやいや、はい、1曲目、はい、曲紹介お願いします、はい、それでは佐藤大樹で僕のアンブレラ聞いてください。Yeah.
きいただきましたのは佐藤大樹さんで僕のアンブレラでございます、はい、もう最高の声でございまして、いやありがとうございます、はい、あの何度も対バンさせていただいているんですけれども、う、ね、もう毎回、うん、毎回もうあの私は魅力にハマっております。何をしてんの。私もでございますよ。お互いにということで、じゃあありがとうございます。いやいやもうはい、ということでですね、コーナーに移らせていただきたいと思います。五十嵐晴美のゲストーク、はい、ありがとうございます。うまい一言言ってうまいわーしか言ってないですから、はい、こちらのコーナーは、はい、私口がですね知りたいゲストのあんなことやこんなことを丸裸にしちゃおうのコーナーでございまして、はい、あの毎回勝手に私が質問をちょっと考えてきてるので、今夜も質問全面にさせていただきます。マジですか。もう身ぐるみ剥がされる感じですね。そうですね、帰りはもう真っ裸です。よし、はい、ということ で、 とこで早速ちょっと質問させていただきたいと思います。はい、まずこれ全員に聞いてるんですけど、はい、一応音楽番組なので、はい、音楽を始めたきっかけは、あ、僕は、はい、北海道でデュオ組んでた時 の、 はいはい、はい、あの相方が、はい、僕の小学校からの幼馴染 で、 うん、でその幼馴染の小学校 の、 その相方がその小学校の時ギターをね、あの先生が弾いてたのよ、授業の合間とかで、はいはいはい、それで影響を受けて相方がギターを始めて、で僕幼馴染だったので、はいはいはい、それで大輝ちょっと一緒にギターやろうよっていうのがきっかけでギターを始めて、でやっぱもうあれですよ、もう昭和な人間なんでねやっぱ女の子にモテたい、ね、あ、やっぱもうそこからもう貪欲な、大体9割その動機って言いますよね。そっから入りまして、そうだから、ね、気づけば今や、いやでも、ね、ギターから始めたのに歌もものすごく上手というか、もう素敵で、上手で、いや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 、もうでももともとデュオの時は僕コーラスだったんで、あ、そうなんですか。そうです、相方がメインだったんで、いやー絶対歌った方がいいかな。でもそれはやっぱソロにね、はい、なって上京した時に、はいはいはい、やっぱこういろんな方にそうやって言って、まあね、はるみちゃんも言ってくれたし、なんかいろんな方に言っていただけるんですごくありがたいな、上京してよかったなって、いやーものすごくこう耳障りのこういい声というか歌声というか、嬉しい、はい、聞いててこう苦にならないというか、もう本当に何曲ずっと聞ける声だと思います。ちょっともう上着、はい、全部今脱がされてますよ今嬉しすぎて、もうすでにすでにいや、そんな始めた音楽を始めたきっかけは、はい、あのその幼馴染からということなんですけど、はい、普段、まあ、そのソロの活動をしてからご自分で、はい、歌作られてると思うんですけれども、はい、どんな風に曲作りするんですか。僕は曲線で、あ、はいはいはい、でギターがとにかく好きなんですよ。あ、そうなんですね。だからずっとギターを弾いて、はい、で、あのいつも使ってる、やっぱあのはるみちゃんも分かると思うんだけど、はい、癖のコード進行とか分かります、めちゃめちゃ分かります、ね、それをあえて使わないとか、 あえて真ん中にあまり普段使わないコードを入れて、あ、ちょっとおしゃれにしたりとか、そう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 、そういうのでギター愛伝わってますね、めちゃめちゃ。いやもうそっからよ、はい、ギターから作って、だメロディーはめちゃくちゃあるけれども歌詞がね、いや歌詞難しいですよね。歌詞は僕はテーマを決めて書く時もあるけれども、うん、気持ちが乗ってないと、いやどうもペンシルが進まない。わかります。あの書ける時って数時間でバババって書けるんですよね、うん、すごいよ。そうなんですよね、本当にあっという間に書けちゃうんだけど、書けない時何日頑張っても書けないですよね。1ヶ月とかだったね。そうですよね、本当にしんどかった。そうなんです。でも私あのギターに あんまり愛がなくて、愛がある弾き方してたと思うけどな。今なんかやっぱ会えない時間が愛を育むというか、そう、ね、今1ヶ月ぐらいギター弾いてないんですよ私。いやー今弾きたくてしょうがないです。そうだよね、こんなに弾きたいって人生で思ったことないぐらい。いやこれはちょっと素晴らしいわ、はい、あの怪我の巧妙ということで、ね、ギターに愛が芽生えた、治って1回目のじゃーん。いや楽しみですね、楽しみですね。コードとか決めてんの。あーそうですね、エアドナイン、なんで知ってるんですか。やっぱりそうだよね、あの開放弦のね、わかりますか。わかるわかる、多分そうだと思った超好きです、ね、あのほぼアドナインスばっかり使ってます。いやあるあるですね、はい、あるあるですね、うん、やっぱみんなギター好きはじゃあそういうもんなんですかね。そうね、あの開放音聞いた、ありがとうございます。いやいやいや、はい、ではですね、ここからはちょっとプライベートなことにも、ちょっと多分多忙、めちゃめちゃ多忙なので、なんも全然よ、ちょっとお休みとかがこうあるのか取れてるのかなっていう部分もあるんですけども、うん、お休みの日とか最近マイブームとかなんかあります。
お休みの日のマイブーム、はい、休み日何やってるんだろう俺。僕ね、上京してからやっぱこう気軽になんか飲みに行く友達とかは あんまりやっぱ、はいはいはい、今4年目なんで、はいはいはい、そんなにこう気を許せる友達っていうのが本当少なくてミュージシャンでもあんまりいなくて、でも私も同じですけどね。だから家の中にずっといるかもしれない、はい。ああ、じゃあ結構こうインドア派というか、インドアかな、お家でじゃあやっぱギターをそう弾いたりとか、でも最近はちょっとその曲のなんかミュージックビデオをそろそろ作ろうかっていうんで、それのミュージックビデオの歌詞、はい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 、を全部商店街とか看板おからもし撮ってくっていうのを今やってて、それをしながらドラクエウォークっていうね、はい、歩いたら、はい、その勇者がね一緒に仲間と戦ったり、はいはいはい、それをやるのが分かもしれない。そうなんですね、うん、じゃあまあ お休みというか、まあ、ちょっとお仕事もしつつ、そうね、そうですね。でもすごいですね、壮大なミュージックビデオできそうですね。もうね、結構もう 80% ぐらいまで見つかったんだけど、あ、そうなんですね、もう絶対なかろうっていう感じが出てくるのよ。感じとにかく、あ、確かに、だって歌詞ってこう日常に転がってるような、うん、普段使わないような言葉も結構歌詞には使ったりするじゃないですか、うんうんうん、それを考えるとめちゃくちゃめちゃくちゃ大変そうですね。そうなのよ、糸編に、はい、体操の層の右側、はいはいはい、繰り返し、うん、はいはいはい、あれの栗っていうねその感じがないのよ。確かに看板で見たことないですもん。ないでしょ。そうですね、全然なくて、ちょっとじゃあ見つかるまでちょっと、そうだいぶ歩き回ってる。こいつまでとかは期限はなく、一応ね今年の夏に向けてと思ってるけど、あ、まあ、進捗状況的に頑張りたいとこ。じゃあ私もちょっと栗っていう字が あったらもうあるそれ見つけたらちょっと、いや送ってくれたらめちゃくちゃ嬉しいわ。それはもう連絡します。めちゃくちゃありがたい。町の看板ですよね。わ、うん、かりました、わかりました。ちょっと皆さんも今お聞きの皆さんもね、なんかツイッターとか SNS でなんかそういう看板情報がありましたら、そうそう、ぜひ見つけましたとかね、はい、送っていただければと思います。そっか、ラジオってそういう力をね。そうです、そうです。もう全国でもどうします、なんかこう沖縄とか。あ、いやでも全然あるよ。あ、本当ですか。だって誰が撮ったかも分かんないもん。そうですよね、全部僕が撮ったって言ったらそうなるけど、そっか、そっか、集められるか、うん、そうですね。あれ今言っちゃダメだったかも、こういうの。まあ一応全部僕が撮ってますよ今のところはね。ドラクエウォークでちょっと沖縄まで行った体にしときましょう。そう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 、はい。ということでもう一つ質問いきたいと思います、はい、これはちょっとファンの皆様必見だと思うんですけども、好きな女性のタイプは、うん、出ました、それ聞いちゃう。ちゃいます。いやいや僕ねもう女性のファン多くないけども。いやでもね、なんて言ったらいいのかな、その僕ね、あ、はるみちゃん多分知ってると思うけど、はい、僕彼女がいない歴、はい、ね、去年の11月、はい、祝10周年みたいな、はい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 、11年目突入中なんで、前まではめちゃくちゃ理想が高かったんですよ。あ、それも原因の一つだと思うんですよね、はい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 、最近はちょっとこうストライクゾーン広めにと言いますか。内容下げたというか、いや内容下げたというか、いやなんか完璧な人は、あ、まあ、そもそもいないじゃない、自分の好きなさ、いないです、うん、こういう時に気使ってくれるとか、はい、運転中に飲みたいな、飲み物飲みたいな時にキャップ開けてくれるとかね、いないでしょ、なかなか。いないです、いや、やんないです、やんないです。そう、だからいないって気づいたの。あ、じゃあこれは我慢できるとか、どんどん削ぎ落としてったの、はいはいはい、そしたら最終的に残ったのが、いやもう僕という人間を理解してくれる人が一番、大事ですね、そう、だからもう今やもう中身、いやそうですよね、見た目はまあ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 ね、わかると思いますけど、ね、でもまあ好きになるとこう愛おしく、なんかいろんな仕草が可愛く見えたりとかするものですから、そうだね、今はじゃあ仲恋、そうね、恋したいということは、恋はしたいよ、そうですね、春なので、うん、最近マッチングアプリもやったんで課金はしてないんだけど。あ、そうなんですね、そういろいろね、はいはいはい、試してはいるんだけど、でも今はもう世間的にもマッチングアプリはもう全然こう使いやすくなったというか、ちゃんとしているというか、ちょっともうキュッとするけど、はいはいはい、マッチングアプリをやって僕35なんですよ、はいはいはい、35で要はその音楽はやっぱやってるって伏せて、あ、そうなんですね、一応ね、はい、でそれを出して35歳の俺っていうのを振り返っていろいろプロフィール書いたら全然なくて、何もやっぱ音楽が音楽でずっとやってきたからなしにしちゃったら何もなくて、それでねちょっとここ1ヶ月ぐらい
と落ち込んでます。間違う。精神面的にやられちゃってね。あ、うん、でもきっとこうなんか出会いは絶対あると思うんで。そうね。素敵な春が来ることを、じゃあ今年はね、はい、そうですね、はい、まん延防止も開けたので、ね、はい、どこかにお食事に行ったりもしやすくなると思いますので、ね、看板取りながらちょっとフラッと ね一緒に探すみたいな、一緒に探すデートみたいな、楽しそうじゃないです か、それも理解してくれる人が、ね、そうですね、いやいや、ありがとうございます。いやいやいや、めちゃめちゃねほりはほりあの聞いただいたんですけれど、もうすっぱだからです今もう酸っぱだからでございます。はい、ありがとうございます。いや、こちらこそです。ありがとうございます。ということでですね、もう一曲、本日はですね、はい、大輝さんの歌をお届けしたいと思います。ありがとうございます。はい、曲紹介お願いします。はい、それでこそ先ほどはるみちゃんに言っていただいて、はい、その、できるときにすぐできるっていう、はい、この曲はまさに、去年あのコロナ禍で作ったんですけど、はい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 、夜中3時でバッと思ったことを、そのまま曲にして、30分ぐらいでできた曲で、このタイトルですね。はい、そのままでございます。はい。聴いてください。夜中3時。3時の部屋、ふっとあなたの顔が聞きたくなる声が、あのぬくもりがたぐった途端ほら寂しくなって、変わったれ時の空見上げてみた。この先あと何回手をつなげる、この先あと何回ありがとう言えるかな。 I miss you、 胸が弾けるくらい会いたい気持ちが涙に変わってた。この空の星を伝って、今すぐ会いに行きたいけど、この歌を書いているよ。はい、お聞きいただきましたのは佐藤大輝さんで夜中の3時、はい、そのままのタイトル、はい、素敵でございました。夜中の3時ぐらいに聞きたい曲ですね。いやもうできた時がもうそうですよね。そうなりますよ ねやっぱ心情が出るんですね。いや、そして実は、はい、怖い話、オカルト、都市伝説が好きという佐藤大輝さん、好きでございます。はい、ということで本日もぬるっと始まります五十嵐アルミの恐怖の嵐。最高です。こちらのコーナー、皆様からの見た聞いた怖い話、不思議体験などをご紹介するコーナーでございます、うん、が、しかし、はい、あの毎月ですね、お便りが一向に来ません。あ、ってことは皆さんあんまり平和に暮らしてるんですね。そうですね、うん、まあ私も経験したことはないんですけれども、うん、実際に大輝さんはなんか経験されたことが、ね、あるんですよ、はい、一回、はい、成人式を迎える前までに、はい、霊体験をすると大人になっても霊体験をするっていうの、多分聞いたことあるでしょ、はい、これもね、はいはいはい、母親に言われてて、で母親もめちゃくちゃ好きで、でその成人式の前夜に母とこう、あんたもう二十歳だねみたいな、うん、で、まあ、その話になって、で俺一回も体験してないなって言って、うん、まあ仕方ないよみたいな、でも好きだしなって、でその日まあそんなたわいもない話して、次の日も早いからって、はいはいはい、まあ、寝たんですよ、はい、で僕の当時実家だったんですけど、下がタンスとか机がつながってて、うん、2段ベッド式なんだけど、はい、ありますね、で上で寝てて、ほんで、まあ、寝てた時にふうとね、こう夜中3時じゃないですけど、なんか目覚めまして、ほんでそしたらね、なんか変な感触を顔に感じたんですよ、はい、それ何かというと、誰かが僕の顔をこう触ってるような、うーん、こう上に行っては下に行ってみたいな、でわ誰かに触られてるみたいな、でも自分一人だしな、ほんでよくよくそう 寝ぼけまなこでもこう考えたら、まず僕のその、ね、頭をこう背にしてるその壁っていうのが、はいはい、クローゼットというか、あ、ちょっと服とかかけてるところで、ね、はい、まず人が立てないですよ、で2段ベッドだからちょっと高さあるし、うん、これで
僕の頭の方に立ってるんですよ、うん、手の感じからして ありえないってことですよね。そうなんですよ、指先が顎の方から上に行くから、はいはいはい、フェイシャルエステみたいな、うん、そう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 、はい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 、あの感じよ、はい、まずもうそんなその感じが怖くなって、うん、怖いですね。でそれになんか意識が行ってて気づかなかったんだけども、そのフェイシャルエステみたいな手がスーッと頭の方で抜けてったの、はい、ああ終わったと思ったら耳元で赤ちゃんのなんか、はい、おんにゃーおんにゃーっていう、はいはいはい、ずっと放置されてもうほんと声が枯れてるような声と、女性がなんか鼻歌でふん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 っていう声と、はい、あと男性の低い声でなんかボソボソと、はい、うん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 、はいはいはい、っていう三声が耳元でめちゃくちゃ爆音で鳴ってた、はい、もうそこから今もチキン肌ですけど、いや、めちゃくちゃチキン肌やって怖くなっちゃって、はい、あんだけ楽しみにしてたのにもう目も開けられなくてずっとブル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 震えながら、いや怖いですね、こう目閉じてたの、はい、さあそれがだん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 こうフェードアウトしていって、だ消えてったな、うん、何だったの、もちろん体は動かないし金縛りだし、で勇気を振り絞ってうっすら目開けてた、うん、そしたら部屋がね、僕真っ暗にして寝るタイプなんですけど、うん、部屋がねめっちゃオレンジ色だったんですよ、うん、だ多分ねその日に限って僕豆電球つけて寝たかもしれないっていう話ですそれは良かったのですか。だから豆電球つけて、はいはい、そういう感じになっちゃったんかな。普段つけないから。普段つけないのに明るいから、うん、こう、うっすらその感じでこう見てしまったかもしれない、感じてしまったかもしれないっていう。あ、いや素晴らしいお話ありがとうございます。いやもうね、本当一瞬の出来事でしたけど。いや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 、でも結局それっきりです。ああそうなんですね、うん。まあでも見ないに越したことはないのかもしれないですけど、我々みたいなやっぱ好きな人、うん、オカルト好きはちょっとやっぱりこう見てみたいというか、いやあるありますよね、めちゃくちゃ経験してみたいというか、うん、そんな怖い話ありがとうございます。こんなにちゃんとした怖い話をしてくれたゲストさんは多分初めてかもしれないので、本当嬉しい、殿堂入り、はい、殿堂入りです、はい、早いよ早いよ、殿堂入りが早いよ本当にありがとうございます。ぜひ毎月募集してるんですよこれ。あ、え、なんでちょっと今後これメールでね、そうなんです、メールでもし何かメールじゃなくてもいいです、私に LINE してください。なる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 ほどね、なんか怖い話ありましたらぜひ教えてください。あ、ちょっとするし、なんか実体験であったらすぐ送るわ、はい、よろしくお願いします、うん、ということでですね、はい、もうラストなんですけれども、早いんですよ、いつも、あっという間な、はい、ちょっとお便り1件だけ届いてるのでご紹介したいと思います。しましょう、ラジオネーム恋するうさぎちゃん、あら、毎回ラジオ楽しみにしています。いつも元気で笑っているはるみちゃんには本当に元気をもらっています。楽しいトークと素敵な歌でポコちゃんも楽しませていただいております。5月22日のワンマンも最高に楽しみにしています。そんなはるみちゃんに質問です。夏好きなはるみちゃん、今年はどんな夏にどんなことで楽しみたいですか。お体お気をつけて早く怪我が治りますようにということでございまして、今年もダイビング、去年できなかったんで行きたいなと、いや、ね、思っているんですけれども、行けるかな、まあ、そんだけ治ってんじゃない、そうですね、うん、いやいや、恋するうさぎちゃんありがとうございます。ありがとうございます。ということでラストになるんですけども、何か告知とかございますか。そうですね、近々ちょっとライブがありまして、はい、そもそも僕、シンガーソングライターやりながら今大塚にありますライブバーマルっていうお店で、はい、月水金に限り、はい、ランチ&カフェ&バー、はい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 、まあ、1日、カフェ&ダイニングマルっていうので、はい、任されてまして、はいはいはい、まあ、ランチから夜はバーでね、はい、お酒のお供と素敵なお店なんですよ、はい、やらせていただいてまして、はい、でその、まあ、自分の働いてるお店で、はい、まあ、ちょっと遠くはなるんですが、4月の29日、はい、金曜日祝日ですね、はい、昭和の日でございます。お、この日にですね、大阪からラッキョくんっていうね、パーカッションの子が来まして、はい、でそのラッキョくんが出演者全員叩きますっていう企画を、素敵なイベント、そうなんです、うちでやりますので、はい、それで私出演させていただきますので、4月の29日、はい、
ライブバー、ライブバーでいいんですかね、マルさん、はい、はい、ライブがございまして、私もね出演させていただいたことあるんですけども、ね、あの壁が真っ赤の、真っ赤です、舞台の裏の壁が真っ赤の素敵な箱なので、ぜひぜひ皆さんね、お気軽に、はい、遊びに行ってみてください。ぜひぜひぜひ。ご飯食べるだけでも多分行く価値ありなので、うん、一応もう唐揚げがね、そうですね、めちゃめちゃでかい唐揚げがもうめちゃくちゃ大人気ですから、はい、そうですよね、はい、絶対食べてください皆さん。はい、ということで、あとはあの先ほど流していただいた僕のアンブレラ、あと夜中の3時の楽曲なんですけれども、はい、こちらはホームページから購入が可能ということで、その夜中3時のやつが、はい、あのまだ買える状態ではないって、これはもう手売りだけなんですけど、わかりました。ジグソーパズルっていうアルバムに入ってる先ほどの僕のアンブレラっていうのは、あ、はい、あのまあ、ホームページもそうですし、アマゾンでも、あ、そうなんですね、あれ買えるんですよ。お、じゃあ皆さん、そうなんです、買いやすいんではないでしょうか。そうなんです、はい、ぜひぜひ、チェックしてみてください。よろしくお願いします。あとあの SNS とか、あとホームページを検索するときに、はい、佐藤大樹さんで検索すると、はい、某、そうなのよ、有名人が出てきてしまうということで、ダンスユニットね、うん、出てくるのよ。北海道佐藤大樹で検索すると、ご本人様のホームページとかが出てくるそうなので、出やすいです。はい、ぜひぜひ皆さんお間違えないように、こんなに ね, ね、ダンスとかするのかとか言われたらあれですよ ね, ね、間違っちゃって、まあ、まあ、なくはないけどするよ。それ言われたらするさ、ダンスは。はい、ありがとうございます。いやいや、もうということで皆さんぜひぜひチェックしてみてください。はい、そして私も告知がございます。5月22日フルバンドワンマンでですね、集大成となりまして、チケット絶賛発売中でございますので、はい、ぜひぜひね、インターネットからも購入できますのでよろしくお願いします。また五十嵐アルミをもっと知りたい方はホームページ五十嵐アルミ .net まで検索お願いします。番組のホームページからもリンクしています。そして鍵のことなら業界トップランク防犯のパイオニア利権ジャパンのホームページもぜひチェックお願いします。お問い合わせは info@likenjp.com、お電話は03-3934-6600までお願いいたします。そしてこの番組は鍵かけロッカーズ、太田彩香、エグル、五十嵐アルミの4組でお届けしております。来週4月1日は鍵かけロッカーズロック&ロックです。こちらもですね、ぜひチェックしてください。そしてこの後もレインボータウン FM ぜひお楽しみください。利権ジャパンプレゼンツキーオブジャムレディオ、五十嵐アルミのトークの嵐、お相手は五十嵐アルミと佐藤大樹でした。はい、次回は4月15日です。また来月、バイバーイ。